三井選手の登場です今節5連勝ということになりましたお座りくださいえー、2コースがという話がねここに来た時に出てましたが乗り越えましたねそうですねはい、はい、レース振り返ります2コースからでしたけども前半からもそのまま行ったんですかはい、はい、スタートはどうでした 途中でちょっとよく分からなくなっちゃったんではい、はい、な,なんとなくでいってしまでって、はいでまし、あ、川上選手、回って差してきたんですがどうですか、ターン周りはそうです、ね、あの重たいながらにしっかり前に行ってくれる感じはありましたそれはもうずっと変わってない感じですね、はいうん、これで今節が5連勝で前節から9連勝ということになりました。そうですね、はい はい聞いたところによると自己ベストが10連勝だそうで、まあはい一度だけなんですけど、完全優勝があってね、はい、はい、完全優勝もその一度だけらしいんですけども、そ,ねはい、その自己ベストの連勝にあと一つとこれで終わりました。はい、そのあたりは意識はそんなにないですか？そうですねあんまり意識するといいことなさそうなんで、はいはい。はい 同じレースになった人が気を使ってくれればいいなと思うぐらいで予選がまあ6走か7走か分からないんですけれどもですから、今節最高で9走できるわけですから最高だと前節から13連勝でメモリアルにいけるかもしれないとそうですねなんかでも今節で終わっちゃうのも怖いんで、はい、なんとなく余しながらいなと思い,ますいければというところですか。はい、はい 予選最終日に向けてですけども明日に向けてもということはもううあまりそうですねこの出来なんで、えーあのー、本当、これはまずいなっていう感じの、えー、体感にならない限りは、えーえー、このまままいいいきたいと思いますすそうですね、はいはい、実はあの皆さんご存知かと思うんですがツイッターをされている方は、ね、あの戸田の公式ご覧いただいているかと思うんですけども、あの一、ー、勝するごとにねウィンビーとウィンクをセットで持っていただいているんですけど。はい さっきの撮影大変だったでしょまあそう、そうですね。<laughs> はい。 ウィン・ビー・ウィンク十体今持って写真を撮ったわけですよね <laughs> そうですねえー、まああと四つぐらいはいける、いけそうですね <laughs> あも持てるかどうか <laughs> まだかあそうですかはいわ、はい、かりましたその辺も皆さんご覧いただければと思います、えー、では明日予選最終日に向けて最後一言お願いしますそうですね、えー、本当に流れはいいと思うんで、えー、このまましっかり、えー、ミスしないように走りたいと思います応援よろしくお願いします八レースを制しました須藤博美選手でした